よいしょ、チャレンジしていこうよ。で、変な話、もう 3-1 の状態を後半はもう忘れる、0-0 だと思って、なかなか難しいけど、そういうつもりでちょっと戦っていこう、ね、もう 0-0 で、ね、でそんなもうリスクはそんなにかける必要ないわけです、状況的に、ね、だからさっき岩井言ってたけど、行くのか行かないのかっていうところもはっきりする、ね、行くなら全体行かないと、ね、行かないだったらもうしっかりブロック作って後ろだったらもう回されちゃったら大丈夫じゃない、そんなロングキック精度に高いボール蹴れそうな感じじゃないから、ね、ある程度こうちょっかいを出す感じ、自陣に入ってくれば入ってくるほどある程度プレス少しちょっかいかけるっていう体勢でブロック作る、それが大事だ。よし。